バード提督がこれまでと同じ真理を発見したのは、南極を覆うダー氷河、自然の最古の秘密をしまい込み、合衆国とヨーロッパを合わせたよりも大きな未知の大陸を覆っている大氷河の万年雪の中に、文字通り埋没した掘ったて小屋で5ヶ月にわたって全く孤独な生活を営んだ時だった。バード提督は5ヶ月間そこで一人ぼっちの生活をした。周囲160キロ以内には生物と呼ばれるものは何一つ存在しなかった。寒気は極めて厳しく、耳元を風が吹き抜けると自分の息が凍って結晶する音が聞こえた。彼の著一人でにおいて、バード提督は困難と魂の崩壊をもたらす暗黒の中で過ごした5ヶ月間のすべてを赤裸々に語っている。昼間でも夜と変わらないほど暗かった。彼は正気を失うまいとしていつも忙しくしていなければならなかった。夜明かりを吹き消す前に翌朝の仕事について大まかな予定を立てる習慣を作った。堆肥用トンネル作りに1時間、雪かき作業に30分、燃料用ドラム缶の整備に1時間、食料トンネルの壁に本棚をつけるのに1時間、人力そりの折れたブリッジの補修に2時間などと自分自身に義務を課したのだ。こんな風に時間を分割できたことはとても良かった。このおかげで私は類まれない自制心を養うことができた。もしこれに変わるものがなかったら、目的のない日々を送ることになったであろう。そして目的がなくなってしまったら、生活は崩壊せざるを得なかったであろう。目的がなくなってしまったら、生活は崩壊せざるを得なかったであろう、という最後の言葉に改めて注目していただきたい。私たちの心に悩みが生じたら、昔ながらの仕事を薬代わりに使えることを忘れないでほしい。元ハーバード大学臨床医学教授、故リチャード C. カボット博士ほどの権威もこのことを指摘している。彼の著、人間は何によって生きるかの中で、カボット博士はこう述べている。私は医師として耐え難いほどの疑惑、躊躇、動揺、恐怖から生じる魂の麻酔状態に苦しむ多くの人々が仕事によって癒された実例を目撃できたことは幸せであった。仕事によって与えられる勇気は、エマソンが永遠の輝きと称えた自信とそう通じるものである。忙しさを避けて手をこまぬいているならば、ただじっと座ってくよくよと考えているのでは。チャールズ・ダーウィンが名付けたお宅を並べるおしゃべり屋の子孫が増えるだけであろう。このお宅を並べるおしゃべり屋とは、要するに時代遅れの小悪魔で、それに取りつかれると私たちの行動力や意志力はすっかり骨抜きにされてしまうのである。ニューヨークに住む知人のビジネスマンは、猫の手も借りたいほどの忙しさの中に身を置くことによって、焦燥に駆られたり、つまらぬ気遣いをしたりする時間と手を切り、このお宅を並べるおしゃべり屋に打ち勝ったのだった。彼の名はトレンパー・ロングマンと言って、私の成人クラスの受講生だったが、悩みを克服した彼の体験談がいかにも興味深く印象的だったので、私はクラスの終了後に彼を食事に誘った。そしてレストランのテーブルで夜の更けるのも忘れて、彼の体験談について意見を交わしたのであった。では彼の話を紹介しよう。18年前に私は悩みの挙句不眠症になりました。緊張とイライラと神経過敏の連続でした。自分でもこのままでは神経衰弱になってしまうと気がつきました。悩みの原因は分かっていました。私はニューヨークにあるクラウンフルーツ&エクストラ社の会計係でした。会社は50万ドルを投資してガロン缶入りのイチゴの缶詰を製造していました。すでに20年間にわたってその種の缶詰を
アイスクリーム製造業者に卸していたのです。ところが突如として会社は営業不振に陥りました。ボーデン社をはじめ大手のアイスクリーム業者が急速に生産量を拡大するとともに、費用と時間を節約するために樽詰めのイチゴを購入し始めたからでした。会社は50万ドルのイチゴが売れなくなったばかりでなく、向こう1年間に100万ドルのイチゴを買い付ける契約もすでに終わっていました。銀行からの借入金は35万ドルに達していました。このままではこれらの借入金の返済はもちろん、更新すら不可能に思えました。私が悩んだのも無理からぬ話だったのです。私はすぐさま自社工場のあるカリフォルニア州ワトソンビルに飛びました。そして社長に対して事情が急変したこと、会社が倒産寸前に追い込まれたことを説明しようとしました。社長は私の言うことに耳を貸そうともせず、すべての責任をニューヨーク事務所に押し付け、販売部門の無能ぶりを非難しました。何日か嘆願を繰り返した後で、私はやっと社長を説得して、イチゴの積み込み作業を中止させるとともに、サンフランシスコの青果市場へ会社のイチゴを生のまま出荷させることにしました。それで一応問題は解決したわけです。そして私の悩みも解消して当然だったのですが、そうはいきませんでした。悩みは一つの習慣とも言えますが、私もこの習慣が身についてしまったのです。私はニューヨークに戻ってからあらゆることで悩み始めました。イタリアで買い付け中のサクランボや、ハワイで買い付け中のパイナップルなどについてです。私は緊張し、イライラし、眠れませんでした。すでにお話ししたように神経衰弱になりかかっていました。絶望の挙句、私は生活方法を切り替えました。その結果、私の不眠症は治り、悩みも一掃されました。私は好んで忙殺されたのです。自分の能力、すべてを傾けて取り組まねばならない問題に忙殺されることによって、もう悩んでいる暇などはなくなりました。かつての勤務時間は1日7時間でしたが、それを15時間ないし16時間も働くことにしたのです。毎朝8時に事務所に出て、連日連夜深夜まで居残っていました。新しい仕事を引き受け、新しい責任を負いました。夜更けに家に帰るとヘトヘトに疲れ切っており、ベッドに入るなり数秒もしないうちに熟睡していました。こんな日課が3ヶ月ほど続きました。そしてようやく悩みの習慣を断ち切ることができたので、1日7、8時間という普通の勤務状態に戻りました。これは18年前の出来事です。あの日以来、私は不眠症や悩みに取り憑かれたことはありません。さすがにジョージ・バナード・ショーは欠物だった。次の彼の言葉は誠に的を得ているではないか。惨めな気持ちになる秘訣は、自分が幸福であるか否かについて考える暇を持つことだ。裏を返せばそんなことを考えないことだ。手に唾をつけて忙しく働こう。そうすれば血の巡りは良くなり、頭脳も回転し始めるだろう。まもなく体内の生命力が激しい勢いでほとばしり、心の中から悩みを一掃してしまうだろう。多忙を求め、多忙を維持するのだ。これこそ地球上に存在する最も安価な治療薬であり、しかも絶大な効果を有するものなのだ。悩みの習慣を断ち切る第一の鉄則を掲げよう。忙しい状態でいること。悩みを抱えた人間は絶望感に打ち負けないために身を粉にして活動しなければならない。